炎章を破り、毛沢は周辺から華北一帯の覇権を手に入れた。残る敵は高騰に勢いを得ている孫権と、毛沢が一目置く劉備か。厄介なことに、その実力者劉備のもと漢が戻ろうとしている。奴が敵となれば毛沢の脅威となるは必定だ。毛沢は漢が去ることを認めているようだが、むざむざ未来の災いを見逃すなどできん。俺は奴を止めるなよ毛沢。させるわけにはいかん。我らがいる限り、ハウ様には近づけません。どけ、このに用はない。
父上の元へは行かせない。ガキが一人前の口を叩くな。おめえが曹操の追っ手か。観念しよう。貴様と遊んでいる暇はないわ。観念しよう。文長は帰還した。曹操にはそう伝えてくれ。なれ、貸しては返さん。止まれ、関羽よ。これはかねてよりの約定。拙者は兄者のもとへ参る。あいにく俺は猛毒の律儀ではないのだ。我らの災いとなる前に貴様を斬ってくれるわ。関羽よ、ここに屍を晒せ。拙者と兄弟たちの絆、お主に立てると思うてか。無人に手をかけるとは何たる非道。来ようとも拙者を止められはせん。観念しよう。
奴はこれからも大きな障害となるか。